オン。和歌山の片田漁港で獲れた新鮮活締めマダイ。お鍋のお肉は九州の黒豚でちょっと豪華に。バラの国エチオピアで育ったエチオピアローズも。ブラックフライデーだからこそ本当に価値ある商品を、生産者の思いを込めてお届けします。黒潮の流れる南紀白浜の温暖な気候の中で大切に育てられた和歌山県片田漁港の活締めマダイ。稚魚から成魚まで一貫生産。大きな生けすでのびのび薄飼いにし、魚にストレスを与えることなく優しく環境に配慮して育てています。片田漁港、魚市、イオンリテールが共同、活締めのマダイをお客様へお届けします。白浜の綺麗な海で私たちが一生懸命育てました。ご自宅でご賞味ください。黒豚の歴史は古く、約400年前九州に移入したことが起源とされています。自然豊かな九州の地は黒豚が育つ最良な環境に適しており、生産者の日々の努力によってストレスが少なく健康に育ちます。黒豚は白豚よりも飼育期間がじっくりと約2ヶ月間長いので、繊維が細く柔らかいという特徴を持っています。そのきめ細やかな肉質はしゃぶしゃぶにもぴったり。この機会に九州産の黒豚をぜひご賞味ください。エチオピアで育った色鮮やかなバラ。エチオピアの適度な寒暖の差は、のびのびと大きく育つバラの生育に理想的な条件です。一年中真上にある太陽によってバラの鮮やかな発色につながる紫外線をまんべんなく浴びます。日本では栽培が難しい複色系のビビッドな色の品種、珍しい黒バラなど希少な品種も生育しています。なんといってもエチオピアのバラ最大の特徴は丈夫で長持ち。農園から長い流通経路を経てもダメージを受けにくく、ゆったりと開き咲き続けます。華やかな大輪、日持ちする生命力にあふれたエチオピアのバラを贈り物として贈ってみませんか？